1977年の日本シリーズは、1977年10月22日から10月27日まで行われたセリーグ優勝チームの読売ジャイアンツとパリーグ優勝チームの阪急ブレーブスによる第28回プロ野球日本選手権シリーズである。上田理事監督率いる阪急ブレーブスと長島茂雄監督率いる読売ジャイアンツの2年連続の対決となり、 阪急が4勝1敗で勝利し、3年連続3度目の日本一。前年初めて巨人を破った阪急は、福本豊、加藤秀次、大橋城、ボビー・マルカーノ、島谷金次、山田久志らを中心に充実した戦力に自信もつけ、巨人を寄せ付けなかった。特に阪急のチーム盗塁数は8。これに加え、後日の美濃田の田幸治の高走塁など機動力を、 発揮した。シリーズの分岐点になったと、野球メディアや評論家の大勢が指摘したのは、半球の2勝1敗で迎えた第4戦、半球の9回表の攻撃である。1から2とリードされた9回表の半球の攻撃も、簡単に2種となり、巨人が勝利を収めて2勝2敗のタに持ち込むかという状況から阪急が、同点、逆転につなげて、勝利を収めた。 9回西から代打、藤英二が四球で出塁。続く代打、高井康弘の打席で、藤井の代走、美ノ田が二塁へ投塁を決める。高井は、浅い左前安打を放ち美ノ田は本塁へ突入。巨人守備陣も、左翼二宮いたり三塁、高田茂保守、吉田隆と完璧な中継プレーを見せるが、美ノ田が、吉田のタッチを避けて、左手で、 ホームベースに触れる絶妙なスライディングで同点とし、続く大橋城が勝ち越しタイムリーを放って逆転し、さらに追加点を上げて一気に4点を奪う攻撃を見せた。結局半球が5から2と勝利を収めて、対戦成績を3勝1敗として日本一に王手をかけ、次の第5戦で日本一を決めた。巨人監督の長島は選手として5回にわたって、 阪急を破って日本一に貢献しているが、監督としては一度も阪急を破ることができなかった。また、阪急は阪急ブレーブスとしての最後の日本一となった。次の日本一まで19年の月日を要することとなるが、相手は、くしくも本シリーズと同じく読売ジャイアンツで、監督も長島であった。また、大沢田春にとっては、選手として、 最後の日本シリーズとなった。第一戦が行われている阪急西宮スタジアム10月22日、西宮入場者2万7971人、小林、浅野、高橋亮、三浦、吉田隆、杉山、山田、中澤本類が、大一号ソロ、長本一号ソロ、審判パオカダ、ラ、せクボタパサイタセオカダ、ま吉田瀬国村2回に、 大佐田春の本塁打で同点に追いつかれた阪急は、すぐその裏に、大橋城の中前打で立ちまち勝ち越し、投手の山田も左翼戦を破る二塁打で追加点。5回にも、巨人2番手の浅野刑事を攻めて試合を決めた。巨人の得点は、王、張本伊佐のソロ本塁打だけで、山田が、関東勝利。公式記録関係10月23日。 西の宮入場者3万千70人、堀内、加藤初、三浦、吉田隆、杉山あ中澤、審判、瀬国村パヨシダセクボタパサイトセマル山パクボ山マ光弘が7安打1支給の完封勝利。半球の投手が、日本。攻撃面では、福本豊が活躍。初回支給で出塁すると、すぐ投塁、二つのナイヤゴロで生還。 無安打での先制点に、貢献。六回には安打で出塁。大熊との絶妙のエンドランで三振。島谷金次の犠牲フライで、得点。八回にも三塁打の後加藤秀治の代打。高井康弘の儀比で生還と三得点すべてに絡み、巨人バッテリーを翻弄した。公式記録関係十月二十五日後楽園。入場者三万七千九百十四人白石、やまぐ 中澤ライト、小林、加藤書、浅野、吉田隆本塁が、島谷一号ソロを二号二覧、河野一号三覧、審判パクボ山瀬丸山パ吉田瀬久保タパオカダ、秋瀬オカダは阪急は5回チャンスを迎えると先発の、白石静雄に早々と代打の切り札、高井を起用。高井の投手頃の間に、ウィリアムスが生還して先制。その裏、 巨人は5回から救援した山口隆から王が逆転2点本塁打を放つ。阪急は9回、島谷の本塁打で追いつくものの延長12回裏、河野和正が山口からさよなら3点本塁打を放ち、巨人が初勝利に続いて6度目。巨人の得点はここまで全て本塁打のみだった。公式記録関係10月26日後楽園。 入場者42,433人稲葉、山田、中澤、宇野堀内、小林、三浦、浅野、加藤所、吉田隆本塁打、長本二号ソロ、審判瀬岡田はパオカダ、諦瀬丸山パイ吉田セ国村パサイタタイに持ち込みたい、巨人は3回裏に、土井正造の二塁打で先制するが、6回に、河野の失策で、半球が追いつく。 巨人は7回の虫一二塁の絶好機を、大走、松本忠の三等失敗などで潰したものの、続く8回に長本が山田から、ソロ本塁打を放ち勝ち越した。9回の半球は、この回から当番の浅野に対して日走者なしから、代打、藤英二が四球で出塁し、続く代打、高井の打席で、藤井の代走、見田幸二が二塁に、投塁。 さらに高界の左前ダで、ミノタが本類上のタッチをかいくぐり生還指導点に。さらに、大橋が安打で続き、浅野を擦ると、続く、加藤初から、山田の敵地だと、上田武史の失策でこの回一気に4点を上げ、勝負あり。巨人に傾きかけた流れはこれで、再び半球に傾いた。公式記録関係10月27日後楽園。 入場者4万1006人、佐藤義、白石、S 山田中沢、ニ浦、小林、ライト、堀内、吉田隆、笠間、杉山本類だ。加藤周一号二乱柴田一号ソロ、審判パサイタ瀬国村パオカダ、明瀬丸山パクボ山瀬久保田巨人は2回、ニ浦ー夫との二点的自打で先制するが、5回に、大橋の義比で1点を返されると、6回に、 ここまで15打数1安打と不審だった、加藤周の2点本塁打で逆転。7回には4超短打を集め3点を追加し、試合を決めた。8回から山田が9円、巨人打線を寄せ付けず、最後は柴田伊佐を投げ頃に打ち取り、半球の3年連続日本一が決まった。公式記録関係第6.7戦は、関西テレビで中継される予定だった。 ありがとうございます。